単刀直入に聞くんですけど、はい、内定はありますか？いや、ないです。単刀直入に聞くんですけど、はい、内定ありますか？内定ないですね、まだ。 PWC の優遇ってありましたか？はい、いや、ありましたね。20社近く受けたと思うんだけど、全落ちしました、そうなの？今回は全国の大学を回ってリアルな就活の状況を知る街頭インタビューが始まります。イエーイ。第1回目は早稲田大学に行ってきました。現場には慶応大学のたけるくんが行ってくれました。どうでしたか？よく早慶って並びで言われる学校に行ったんで、ちょっと他の就活生がどんだけ成功してるのかなとか結構緊張して見に行ったんですけど、いろいろと内情を詳しく知れて楽しかったです。じゃあ実際に VTR を見ていきましょう。今日は早稲田大学で24卒の方に内定を持ってるか持ってないかインタビューしてきます。では行ってみましょう。学部はどこですか？法学部の3年です。担当直入に聞くんですけど、今内定ってありますか？内定はないですね、まだ。なんか印象に残ってるインターンとかってありますか？ PWC さんの IT ソリューションコンサルタントのインターンをちょうど先週の土曜日参加したんですけど、すごい大変でした。あ、はい、参加した企業の名前とかってお伺いしたんですか？ SMBC 日興証券さんと、あとトヨタ通商。それで秋冬のインターンとかもあると思うんですけど、はい、何社ぐらい出したんですか？そうですね、まだ出してる途中なんですけど、はい、今選考始まってるのが1社2社っていう感じですかね。ちなみにその選考中の企業の名前ってお聞きできますか？まあ、1社はあと PWC さんになってしまうんですけど、はい、もう1社はあと富士フィルムさんの方を今出してます、ね、あと商社で、住友商事さんと伊藤忠さんが出してます、ね、PWC の優遇ってありました、ね？はい、いや、ありましたね。なんかそのワンデージョブだったんですけど、そのジョブに参加してでワーク取り組んで、その様子を社員の方が見ていて、でそれで評価された人は、まあ、最終面接に行けるチケットっていうのが渡されるっていうのがあるんですけど、私は落ちましたね。難しかった。じゃあこの辺で一回止めようか。 PWC ってたけるくんの慶応の周りの人って結構受けてるような感じ？コンサル時代が結構人気な業界であって、その中でも PWC っていうのは結構社風とか穏やかで人気な企業っていうイメージ。学部はどこですか？商学部です。担当直入に聞くんですけど、内定はありますか？内定まだないです。サマーインターン何社ぐらい応募されました？20社ぐらいです。結構応募されました、ね、その中でインターン参加した企業どんぐらいあります？3社制作金融高校と日本郵政と三菱重工。周りで就活うまくいってる人がいたりして、なんか焦ったりとかはありますか？それはありますね。周りでいいとこ行ってたりする人いますか？そう、いますね。証券とか、結構いいとこ行ってる人がいます。あ、なるほど。第一志望の企業を教えてもらってます。日本政策投資銀行。やっぱり国を通してその大規模な事業に関わってるっていうのがすごく面白いし、その民間の金融よりもそのガツガツしないっていうか、その数字を求められないような環境なので自分に合ってるかなと思いました。ありがとうございます。これからの就活の意気込みをお願いします。いや、もうバリバリで頑張っていきます。一緒に頑張っていきましょう、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。日本政策投資銀行とか有名で結構難易度も高そうなところ、もう書類とかで落ちたりするの？実際に僕がサマーで落ちた。あ、そうなんだ。肩書き的にも書類は通過できるかなっていうちょっと自信は、やっぱサマーで落ちて結構現実を突きつけられたかな。慶応大学とかだったら書類は全通するのかなって思ってたけど、意外とそれもないんだね。書類ぐらいはいけるかみたいな。こっちでサマー出してたから全然ダメでした。何社出して何社通ったの？実を言うと20社近く受けたと思うんだけど、全落ちしました。そうなの？外資系の投資銀行とかコンサルとかメーカーとか結構上位を受けたっていうのもあるし、早慶とかだったら就活そんな大変じゃないのかなっていうのを思ったから、大丈夫かなってちょっと余裕持って就活してたっていうのもあって、めちゃめちゃやられたなっていうのが感想かな。もう早慶とかだと書類は結構スーって通る勝手なイメージがあったから結構びっくり、周りで全然書類落ちてない人も当然いるし、どんだけ就活準備してたかみたいなところによると思うんだけど、全然準備してないと上位企業とか落とされるし、やっぱ準備しないとさすがに無理だなっていうのは痛感します。
ジョイソーってどこら辺に出してなんか落ちちゃったのみたいな、なんか言える範囲で教えてもらえる？まあ、外資系の投資銀行であったりとか、外資のコンサル、デベロッパーとか、メーカーとかも受けたかな。外資系をメインで見てて、結構落ちたね。学部を教えてください。人間科学部3年生です。担当直入に聞くんですけど、はい、内定終わりますか？いや、ないです。サマーインターンとかって応募しました？応募したけど落ちて、それからあんま出してないです。何社ぐらい応募しました？3とかぐらいしか全然やってないです。実際なんか出した企業の名前とかって教えてもらってもいいですか？ミズノとかぐらいですね。どの辺で落ちちゃいました？選考で。最初で落ちました。早稲田生でもあるんですね、そういう。学部を教えてください。学部は法学部です。担当直入に聞くんですけど、内定ありますか？内定ないですね、まだ、はい。サマーインターンはちなみにどんぐらい出しました？サマーインターンは2社くらい出して、まあ、低く通らず、うん。ちなみに出した企業の名前って教えてもらえます？食品メーカーの人弁さんってところ、あともう一個。なるほどなるほど。学部はどこですか？小学部です。担当直入に聞くんですけど、内定はありますか？内定はないです。サマーインターンはちなみに何社ぐらい応募しました？10社前後は応募はしました。その中で何社ぐらいインターン参加しました？参加したのは5社ですね。府内総研と、あとはJTBさんだったりとか、そういうところは少し見させていただいて、まあ、いろいろ見てる感じですね。なるほど。結果は、内定を持っている人が2で、持ってない人が16でした。あと持ってない人の中のお友達になんか3、4人持ってる人いるっていう話だったんで、まあ、結果、今のところ6人みたいな形ですね。ちょっと早稲田やっぱ6人もいて優秀だなと思いました。ちょっと自分もこれから頑張っていきたいと思います。たけるくん、街頭インタビューお疲れ様。早稲田に行く機会ってあんまないから、就活状況なんてなおさら知る術ないから、正直僕も行けてすごくいい経験になりました。じゃあたけるくん、今どれくらい就活進んでるの？部活の方が忙しくて、全然秋段はなかなか進められてないっていうのが正直で、ないないってはもちろんないし、ちょっと苦戦しているね。なんかアメフト部とか慶応っていうのだとめちゃめちゃ無双してるのかなって勝手に思ってたからデベ行ったと先輩とか、外資系の投資銀行行った先輩見たけど、就労してる人もいるし、どこの大学もそうだけどピンキリかなとは思う。ちなみに今ってさ、早期選考に乗ったりとか、早期ルート、優遇ルートに乗ったりとかはしてる？ないです。了解です。まあサマー行ってないから。慶応の部活って縦のつながり強いから、先輩のいる会社に部内だけのルートみたいなのがあったりするんじゃん、ぶっちゃけど。俺の周りだとそういう人はいないかな。都市伝説ぐらいの確率だと思う。早稲田もっとないないってとか持ってる人いそうだなっていうイメージあったんだけど、実際行ってみてどうだった？そうだ、俺も行く前はないないってとか持って人にインタビューして、すごい刺激をもらうかなっていう気持ちで行ったんだけど、まあ、インタビューした母数が少ないからっていうのもあるんだけど、就活で無双してる人とかなかったなっていうのは正直な感想で、早慶に限らずやっぱ大学生で就活苦労してる人やっぱ多いんだなっていうのは、まあ、自分もだからこそここで頑張ったらその人たちと差をつけられるかなとか、まだまだ戦えるなっていうのが正直な感想かな。調査してほしい大学がある方はぜひコメント欄で教えてください。この動画がいいなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。待ってます。待ってます。